今月7日、島根県奥出雲町の JR 出雲横田駅に滑り込んできたのは、青い車体のアメツチ号です。駅前で乗客たちが太鼓演奏の歓迎を受ける中、姿を現したのは1台の車。この日デビューした奥出雲奥日の連絡タクシー、タッタラー号です。出雲横田駅から直線で20キロほど、鳥取県日南町にある伯備線庄山駅との間で雨土の運転日に運行する計画です。県境をまたぐですね、新たな観光ルートを巡っていただく旅になると思います。オロチ号と同じく雨土は東京岡山から来る寝台特急サンライズ出雲号や始発の下り特急やくも1号に接続しないため、京阪神方面から来てもその日に乗り継ぐことはできませんでした。また出雲横田駅から先の人気の三段スイッチバックがある区間には急勾配が続いて性能上乗り入れられないため、出雲横田駅に到着後40分ほどで折り返してしまいますが、この戻りの列車にも山陽側から列車での乗り継ぎは困難でした。このためジャンボタクシーにより県境を越えて伯備線の八雲号と乗り継げるようにすることで壁を破ろうというのです。実は奥出雲町民の方はですね、もうかなり以前からですね、こうして庄山駅を使うと、近畿圏からですねこちらへ来ていただくということの中で、やはりこういったルートを作れたということは非常に良かったかなと。今回八雲5号とつなぐことで、大阪を8時頃に出発すれば12時前に到着しまして、12時から雨地に乗っていただくというルートが開拓できたというのはすごく大きいと思っております。個人のお客様につきましては、出雲横田から足がないというところでございましたので、そこをこの観光周遊タクシータッタラー号にて、しっかり楽しんでいただける、観光していただけるというところにつながると思っております。庄山駅から出雲横田駅への往路は直行便、戻りの庄山駅行きは途中出雲そばの店や寺院などに立ち寄る観光路線になっています。いいですよね、アルコールもお友達にと楽しめるし、車だとまず無理ですもんね。大変良かったですよ、おそばも美味しかったですしね。一方で雨土の運行開始前から地元の観光協会では、列車が出雲横田駅止まりになることを受け、駅を降りた乗客がタクシーやバスで街中を巡ったり、普通列車で三段スイッチバックに乗って、さらに他の観光地も楽しめたりするプランを用意していました。しかし、ここまでのところ、利用は振るわないといいます。彼の方が往復で帰ってしまわれましたので、奥出雲の滞在時間が40分ぐらいということで、まだ10名程度しかですね、我々が作ったツアーには参加がないと。個人で来られたお客様もぜひ 3,4 時間滞在していただいて、その後のキスキ線で、ローカル線で帰っていただくというのが我々の希望ですね。三段スイッチバック区間を走る列車を間近に望むことができるとあって、去年はオロチ号を見送る観光客でにぎわった道の駅も、旅行会社さんのツアーで雨土に乗るツアーが立ち寄っていただくというのは何本か入れていただいてます。でオロチ号の時は、三ノ原駅下車ですとか、ビンゴ地合というところで道の駅に寄っていただくというツアーが多かったもので、団体バスツアー大変多かったんですけれども、今はそういった形ではないですね。キスキ線が見える駅ということで、引き続き変わらずキスキ線の応援をしていければなと。また雨土は快速運転で途中の駅に止まらないため、オロチ号の時は乗客に向けて手を振ったりダンスを披露したりしていた奥出雲町内の地区でも、おもてなし活動は運行開始日の1回だけで、その後は中断しています。できる限り早いタイミングで地元にお伺いをしまして、特定の前提は置かず、今後の進め方も含めましてご相談をさせていただきたいと考えております。 JR 西日本は今年5月、ちょうど雨土が乗り入れなくなったキスキ線の一部区間について、鉄道としての在り方の見直しを提言しました。
そしてこのほど島根県や奥出雲町など沿線の4つの自治体への申し入れを終えたため、今ボールは自治体側に投げられた状態にあります。オロチ号が消えて雨土は乗り入れない。統計上この区間の乗客数の落ち込みは確実な中、さらに沿線のにぎわいが消え住民の関心も低下するとすれば、それは今後の路線存続にとって大きな懸念材料になりそうです。